皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、腹筋を割る方法についてお話をさせていただければなと思います。お客様からこう体づくりに関する質問をいただく機会があるんですけども、よくですね、腹筋割りたいんで腹筋今頑張ってるんですっていう方いらっしゃるんですね。腹筋を割るために腹筋のトレーニングをするのは本当に効果的なのかどうかっていうのを一度ですね、見直していただきたくてこの動画を撮っています。で、結論から言いますと、腹筋のトレーニングで腹筋は割れません。腹筋を割るためには食事の管理と全身の筋トレを組み合わせる、この2つが必須です。実はですね、腹筋というのはどんなに太っている人でも割れています。これ聞いてピンとこない方の方が多いと思うんですけども、もともとですね、人間の腹筋っていうのはシックスパックに割れた状態でついてるんです。ただその上に覆いかぶさっている脂肪が厚すぎて割れて見えないっていうだけの話なので、実はですね、私のようなボディービルダーでも運動経験が全くない方でも腹筋はしっかりシックスパックに割れているんですね。まあ、もちろん腹筋も筋肉なんで、腹筋をして鍛えることでこう筋肉が大きくなっていってシックスパックに見えやすくなるっていうのはあるんですけども、それよりも腹筋の上に乗っかっている脂肪をしっかり落とす、これが一番腹筋を割るために大事なことなんですね。ということは、腹筋を割るというよりは全身の体脂肪を落としていく、減量をしていくのが一番腹筋を割るための近道になるんです。そうなるとやっぱり食事の管理と全身の筋トレをしっかりやっていただく、この2本柱が一番大事です。この2つをしっかりとやっていただいた上で、じゃあ少しでもこう腹筋を見えやすくするために腹筋のトレーニングですとか、時間があれば少しでもですね、早く体脂肪を落としていくために、運動量を増やすために有酸素運動をやってみるとか、そういったことがプラスアルファでね、ついてくるというだけの話であって、腹筋を割りたいから腹筋をトレーニングするっていうのは実はものすごい効率が悪いんだなっていうことを皆さんに知っていただきたいなと思います。まあ、腹筋に限らずですね、部分痩せ、トレーニングしたことのない方が考える部分痩せっていうのは残念ながら不可能です。例えば女性の方が二の腕のこの振り袖って言われるね、この辺のお肉を落としたいから腕のトレーニング頑張りますって言って、腕のトレーニングして腕だけどん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 痩せてってシュッと締まるかっていうと、そんなことはないです。ウエストをちょっと引き締めたいから腹筋頑張りますで、腹筋をやっただけでウエストが5センチも10センチも細くなる、そんなことは残念ながらありません。大多数の方が考えるような部分痩せっていうのはトレーニングだけでは不可能なので、食事の管理と全身の筋トレを組み合わせて全身の体脂肪を一緒に落としていくことで、お腹を引き締める、二の腕の脂肪を落としていくっていうようなイメージになってきます。で、腹筋を割るために腹筋のトレーニングを頑張る、まあそれもね、運動習慣をつけるという意味ではいいんですけど、実は腹筋だけではかなり効率が悪いんですよということをですね、皆さんに知っていただきたくてお話をさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。その他にもですね、何か気になることがあればコメントによろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。